ですね、激安で販売します。はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。黒田正和の YouTube 工業高校、はい、ついにチャンネル登録者数1000人を達成することができました。イエーイ、ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい、本当に皆さんのおかげです。長かったですね、はい、そう、まあ、僕はですよ、短かったっていうか、はい、もう僕の、ね、予想は2年かかると思ってましたんで、まあ、まさか8ヶ月でね、ここまで来るとは思いもよらない、思いもよらなかったですね、大嬉しい大誤算と。誤算ですか。いや本当に1000名いったんすね。いきましたね、1000名。いや本当ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい限りですわ、はい、でですね、はい、今日はですね、1000名達成を記念してですね、はい、なんとなんとですね、うん、なんとマスターリングゲージをですね激安で販売します。え、何ですか。いや、あの、いや、すごい、うわ、やったぜ、嬉しいっていう視聴者さんはすごい少ないとは思うんですけど、マスターリングゲージってこれですよね、これ。そうです、そうです、これです、マスターリングゲージです。内径ピッカピカですけどね、はい、これを、はい、まあ、サイズいろいろね、1ミリ飛びでありますので、はい、3ミリぐらいからありましたっけね。そうですね、うん、ここにあのリストがあるんですけど、はい、3ファイからですね、3ファイね、3ファイからですね、うん、200ファイまであります、はい、で、100まで1ミリ飛びで、はい、100の次はもう5飛び、105、110っていう感じで、はい、200まで、はい、ご準備できてます。そうですね、はいはい、準備できておりますんで、準備できてます、はい、出血大サービスでかなり安くご提供すると、この鮮明企画イベントとして、そうですね、マスターリングゲージを、はい、まあ、あの安く提供するということをするわけですね。そうです、はい、ご注文の際には、はい、YouTube 見たよって言ってください。ああ、なるほどね。じゃないと通常の販売価格になってしまう、なってしまうという。なるほどね、はい、あ、そこ注意ですね。はい、これどう、ど、買ってくれるといいんだけど、どうなんですかね。微妙な商品ですけど。いやいやいや、もうこのためにですね、うん、はい、実は、はい、マスターリングゲージの使い方動画と、うん、シリンダーゲージの使い方動画をですね、あの作ったんでございます。一応そういう狙いのもと、こう動画を作ってたわけですね。そうです。なのでこの辺りにリンクが出てきますので、はい、クリックして使い方を学んでからですね、うん、はい、ちょっと一家に一個、一家に一個、一社でしょ。一家はいらないね、一社だね。一社というか、まあ一個一個じゃいけないですよ。あの、やっぱりサイズがね、いろいろあるので、はい、あの使いたいサイズってたくさんあると思うんですよ。そうですね。なので一社に、全種類、そうですね、数十個、数十個、ご用意していただいて、はいはい、あの激安で、激安で、はい、ご提供しようという企画でございますので、はい、ぜひぜひ、ぜひぜひ、ご連絡いただければいいかなと思います。はい、思います。はい。はい、ということでですね、はい、まあ、8ヶ月経ったわけでですけど、あ、そうですね、あっという間の8ヶ月でしたね、はい、将軍さんもあれですか、こう YouTube 活動で何か苦戦したことなんてあります、はい、苦戦したことね、苦戦したことはもうどうですかね、ディスっていいとも の, の、はいはい、配信じゃないですか、生配信です、ライブですよ、はい、やりますよね、はい、まあ、その時にかなりこう、そのリモートのね、中継のいろんな不具合のことがあって、冷や汗をかくっていうことが未だにあるので、まあまあ慣れてきましたけどね、慣れてきましたよね。まあ、その時はすごく焦るんですけど、はい、終わるとものすごい達成感があるんですよ、はい、そのトラブった時こそ、その放送が終わると、うわー、よかった、うまくできたわ、なんとかできたっていうね、達成感はありますよね。そうですね、うん、まあ、それは非常にあの未だにトラブルので、それちょっと苦しめられてますけど、まあ、そのディスっていいとも以外ですと、はい、特になし。本当ですか。特にない。まあ、ネタを考えるのにちょっとね、はい、
あの難しいところがあると思うんですけど、でもまあ何ていうかね、こう自分たちが考えるネタをやるよりも、なんか視聴者さんが何を求めてるかなっていうところを考えて作った方がネタって出やすいですよね。あ、確かにそうですね。で、簡単なこと、単純なこと、僕らが思ってることと見てくれる人が、あ、それ勉強になるっていうことがちょっと全然違うんですよね。なので、まあ基本的なことを一つ一つ動画にするっていうことをすれば、ネタもそんなにね尽きないですし、そういうのを気づいたっていうところは大きいですよね。全然苦戦してないと。どうかな。確かにそうですね。無茶ぶりにもすぐトーク盛り上がっちゃいますしね。そうそう、なんかあんまり僕喋るの上手じゃないし、あの人の前で喋るのもあんまりそう好きな方でもないんですけど、はい、何かしらこう話し出すと、え、もう15分、もう20分みたいな。そうそうそう、編集が長いんですよ。カットが長いんですよね。そう、申し訳ない、いつも編集ありがとうございます。いやいやいや、はい、B1 編集長なんで。いやいや、まあ、半分ぐらいカットしますから、はい、あ、そうですか。まあ、僕はあのテレビもテレビも僕たまに出るんですけど、はいはい、いつもあの来てくれるあのディレクターさんとこう打ち合わせしながら、こう、ね、タレントさんも来てこうテレビの番組作ったりするときにでも、はい、僕ディレクターさんにいつも言うのは、ね、僕適当にブワーッと喋っちゃうんで、ね、好きなように編集してカットしてくださいねと。その方がやりやすい。もうで、なんかね、台本もらうとね、はい、もうそれ丸覚えしないかんっていう風な頭になって、もう逆にテンパるんですよ。この台本読んでくださいみたいな、これ覚えてこれ喋ってくださいっていうこともあったんですけど、それやられるともうすごいテンパっちゃって、もうテイク12まで行ったことあるんですよ。芸能人ですね。いや、そんなことないですよね。だからもう、ある程度のストーリーっていうか、こう内容だけこう、はい、教えてもらって、そのことについて あのある程度自分で考えたことを喋るんで、はい、後で適当にこれしてくださいねって言って。アドリブってやつですね。そうそうそう、そっちの方がやりやすいです。確かに。なんかこの YouTube 動画もまさしくそうじゃないですか。ほぼアドリブ。何にも台本もない。何もない。思いついたまま喋ってるだけ。そうですね。だから編集が大変です。いやいやいや、もうあれですもん。シリンダーゲージのネタやりますっていう話をしたら、はい、その5分後ぐらいにシリンダーゲージを持ってきて、うん、10分後ぐらいに撮影スタートですもんね。うん、そう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 。もうそんなテンションですよね。そんなテンションですわ。って考えるとやっぱり苦労はあんまないんですかね。うん、苦労ないですね。まあ。向いてるのかもしれないですね。うん、だっていつも自分たちがやってきた仕事のことを喋るだけなん で、 そうです、ね、全然知らないことを喋ろうと思ったら調べなあかんですけど、うん、だからその辺はあの楽っちゃ楽ですよね。 ありのままを話せばいい、うん、そうそう。でだから間違ったことを喋ることもあるかもしれない。だって僕らの経験って絶対完璧ではないので。そうですね、うん、あの間違ったやり方とか加工方法も測定方法も、はい、知識もそうですし、うん、どっかずれてるところもあるかもしれないじゃないですか。完璧なも人間じゃないんでね。それをまあ皆さんのコメントでフォローしていただいてるんで。ね、コメントでこういう意味じゃないですかとか、こういうことになりますよねっていうコメントをね、本当いただいて、逆に勉強になっているというところがね、非常にありがたいなって思ってますよね。最近あのね、外国人の方もコメントを日本語で一生懸命書いて送ってくださったりして、はいはいはい、勉強熱心だなと思ってね、ちょっとコメント返しておきましたけど、はい、あ、そうですか。返しておきましたよ。いや、ありがとうございます。はいはい、で、まあ、あの結構、メールのやり取りでね、あのその最初コメントのやり取りだったんですけど、はい、あまりもなんか質問することが多すぎるみたいで、その方が、はい、直接こうメールでやり取りして、いまだになんかずっと続いてる、あの連絡を取り合ってるこういう視聴者の方もいます。うわ、ありがとうございます。はい、もう本当に嬉しい限りで。すごいですね。はい、なんか本当いろいろこう YouTube やってみて、この人のつながりが、こう知らない人たち、まあ一般の方たちとかもつながりがいたり、あと他のね、はいはいはい、あの同じ業界の中でも違う企業さん、知らなかった企業さんとの
つながりができるっていうこともそうですねあるんですね。だからそういうところではまあ財産になってるしね、うんうんうん、やってよかったなって思うところですよね。いやいやいや、うん、もうこの話を後ほどお話をお伺いする予定でしたけども、はい、ああ言っちゃいました僕先にねあの編集します編集します、はい、ということでですね次はですね、はい、YouTube を始めてよかったこと、うんうん、いかがでしょう翔吾さん。はい今喋りましたけどいやでもね、ちょっとピンとずれたこと言っちゃうかもしれないけど、はい、全然ずれていい。1000名って、はい、こう出るじゃないですか、こう YouTube の、ね、あのパソコンとかスマホでこうピッて見ると登録者数1000名って出る、はいはいはい、今出てますよね、はい、1000名超えると、はい、一般の表示は1,2,3がないんですよね。どういうことですか。いや僕たちの方には YouTube さんから1001名、1002名、1003名っていってこう連絡っていうか分かるんですよ、はいはいはい、来ますね。でも普通にパソコンで僕らのチャンネル見ると、はいはい、もう多分ねあれ10人飛びなんですよね、だから1010人の時に急に1010、1020、1030っていう風に多分表示されるんですよ。ずっと1000名だもん。一桁目がゼロのまま、ゼロゼロのまま1000を超えるともう一桁目はもう死者誤入じゃなくてもう仕切り捨てで10に行った時に1010名ってなるんですよ。でも僕たちの方には、まあ、ちゃんとね1,1,2,3って出るので、うん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 、でその時に思ったのが1000ってなんか0が3つあって、はいはいはい、ね、なんかさっきまで999って言ってなんかすげえドキドキめちゃめちゃドキドキもしてたんですけど、999ってすごいたくさんなんか量があるって感じじゃないですか。でも1000になった瞬間になんか0になった感じだったんですよだってゼロが3つあるから1だし確かにそうですよ、1と0、0でしょ、はい、999の方がなんか重たかったんですけど、でその時にあ、まあ、ゼロからのスタートするみたいな感じで ある意味なんかこう気持ちもリフレッシュするしね、新鮮でした、新鮮でしたねああもうゼロからのスタートみたいだわって言って、おお、貪欲ですね。そういう気持ちになりましたね、線を見た瞬間に。はあ、まあ、新たなスタート、新たなスタートですまあ、やることは、ね、一緒なんでしょうけど、そうですね、はい、ただ なんかこうね、うん、他の YouTuber って言っちゃうかんね、まだね、まだまだ、うん、1万人超えないと YouTuber じゃないんで、まあ、他のこの YouTube を、ね、はい、やっている人たちとの、コラボ企画っていうのもね、なんか増やしたいなっていうの、まだないじゃないですか。いいと思うぐらいですもんね。いいとも、ああいいともでね、そうそうそう、なんか他の人たちとね、YouTube をやってる、やっている、うん、まあその同じ業界だと余計にいいですけど、そうですね、ちょっと業種変わっちゃうとどうコラボしたらいいか分かんない。確かにそうですね。うんうん、そういうところでもうちょっとこの YouTube 同士のこうコラボネタっていうのができたら、あの今まではねなんかこう100人200人300人で増えてきましたけど、なんかこうコラボしましょうって言ってもなかなかね、そうですちょっとこうお願いするのもしにくかったりするところもあったんでね、まああのできたらいいなって思いますよね。それかあの前回ちょっと僕も話してたあの、はい、うちの製品を YouTuber さんに発注しちゃうとかやりませんか、うん、ああお願いするってことね。お願いしちゃう、いきなり発注しちゃうみたいな、うん、あの仕事をお願いするってことね。仕事をお願いするパターンですね、うん、同じ業界の YouTuber さん、はい、まあ YouTuber さんかな、はいはい、にまあ、我々が、はい、まあ、例えばゲージだとか、 なんか、まあ、ゲージじゃなくてもその前加工とかでもいいしね、旋盤、フライス、うん、曲げ、溶接、うん、あとは何がありますかね、うん、まあ、材料はちょっとあれですけど、ワイヤーカット、ね、ワイヤーカット、ね、黒染めとかですね、黒染めメッキとか、メッキ肉盛りとか、そういったのを発注しちゃうとかって面白そうじゃないですか。あ、いいですね、でそちらの YouTuber さんが、それをこう動画で、まとね、取り上げてくれると余計嬉しいですね。嬉しいね、願ったり叶ったりですよね。そうそうそう、バズるかもしれない。あ、いいかもしれないですね。僕たちまではバズったことありません地道ですからねコツコツですからね、コツ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 やって、送りバントの日々ですからね送りバント、もう常にこれですよね、はい、ホームランないですからね、全くないですね。本当にいつかバズりたいですねそうですね、でバズるってすごいだろうね、バズったらバズったらすごいだろうけどね、またね、すごいでしょうね、いつかバズりたい、はい、いつかバズりたい、誰かバズらせてください、お待ちしてます
ということで、チャンネル登録者数1000名達成記念マスターリングセール企画、皆さん注文お待ちしています。よろしくお願いします。さよなら。さよなら。ということで、今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。少しだけお知らせをさせてください。私たちクリタテクノでは今絶賛一緒に働く仲間を大募集しています。ぜひコーポレートサイトを見てください。動画の中で紹介した黒田正和の YouTube 工業高校企画講座編、今大好評です。学習の方からプロの設計者まで多くの方にご覧いただいています。ぜひ再生リストを見てください。もしこの動画を見て良かったなと思ってくれた方は高評価、コメントをぜひお願いします。もしくは Twitter などシェアしてくれると嬉しいです。皆さんの応援が本当に励みになっています。ではこれからも役立つ動画を上げていきますので、よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。